お笑いコンビ、オアシズの大久保佳代子、53、が2日放送の日本テレビ、上田と女が吠える夜、水曜5 9、0、に出演。節約についてのエピソードを語る場面があった。写真、イメージ違う、ドラマ、科捜研の女に出演した大久保佳代子。この日は、経済を回す女と1円でも得したい女のテーマで放送。大久保は、死ぬほどお金は持ってるんですけど、 基本が節約家というかお金使いたくない人でと明かしたそして最近高級なトースターをもらう機会があったといいどんなクオリティの低いパンでも絶対うまくなるはずだと思って最安値の食パンの旅に今出かけてるんですよで98円までは見つけましたと報告 MC のクリームシチューの上田晋也が美味しいそれでと尋ねると美味しいと思い込んでいると説明し笑いを誘っていた